やっと監視役が離れたか。大丈夫か？おっと、姿は探さなくていい。そのまま知らぬ顔で聞いてくれ。お前たちが帝国へとキャンプブロークングラスを出た後、ルキアから偵察隊に連絡があってな。俺たちはすぐに追跡を開始。お前たちがテルティウム駅に入ったのを確認している。その後、出てきたアルフィノとアリゼに魔導仕掛けの装置がつけられていることも確認。おおよそ状況は察した。その上でいくつか聞かせてくれ。駅にいる連中は何者だ？何を目的にしている？なるほど、第一軍団長と来たか。目的は第十軍団の連れてくる増援と合流し、旧魔道城バブイルの塔を自力で制圧することだな。もろもろ了解した。だとしたら打つ手がないでもない。今しがた派遣団の方にある報告が入ってな。それを交渉材料にできる可能性が高いだろう。ひとまずお前はお前自身とアルフィノたちの命を守ることを最優先にしてくれ。相手の要求は基本的に飲んでくれていい。頼んだぞ。それじゃまた後でだ。待たせたな。あちこち探してみたんだけど収穫なしよ。悔しいけどあなたが見つけた分でおしまいね。さほど期待してたわけじゃないが、いよいよ厳しいか。ともかく今回の捜索はここまでだ。駅へ戻るぞ。ああ、よく戻ったな。聞いたぞ、聖鱗水を探させてたんだってな。で、収穫はどうだった？少しはな。こいつらがよく働いてくれたから。やばい連中だって話だったけど、案外普通なんだな。でもよかったよ、少しでも暖かくできそうで。正直今晩を越えられるかどうかってやつもいるからな。聖鱗水が見つかったのか。クインテス様、ならば魔導兵器の燃料に回しておけ。ですが、これは拠点を温めるために。次の作戦が決まった。しばしこの者らと話をする。だが至る所に我らの目があることを忘れるな。その場でおとなしく待機せよ。作戦って
何でしょうね。わからない。魔導兵器にしても今使うつもりなのか、大獣軍団と合流した後の備えなのか。どうしたら彼らを暖かい場所へと返せるのだろう。ユルスが語った冬の街並みや夏の草原のような場所に。話は終わったの？アルフィノとアリゼを人質として派遣団に物資の譲渡と撤退を促すことが決まった。取引が済むまで二人には別の場所に移動してもらう。ああもうどうしてそうなっちゃうわけ。派遣団の物資にも限りがある。ひとときそれでしのげてもいつかは君たちが。アルフィノたちの命を守ることを最優先にしてくれ。相手の要求は基本的に飲んでくれていい。連れて行け。